はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。ソニー生命調査、アンケート調査ですね。本当は専業主婦になりたい働く女性は 29.8% で3割と。今の仕事を辞めて家庭に引っ込みたい、専業主婦になりたい3割。年代別ではですね、20代が 40% を超えております。30代 26.6%、 40代 29.4%、 50代 27.0%、 60代 17.4%、 結婚年齢のピークは26歳ってことですから、20代はですね、結婚して専業主婦になりたいって人と、もう結婚してて働いてんだけど仕事辞めたいって人が混在してんのかな。まあ30代でもそんな感じでしょうかね。60代で 17.4% の方はですね、まあ結婚してて、仕事辞めたいということなのかなと思いますけれども、専業主婦の人数、専業主婦世帯の年収平均で677万円だそうであります。つまり旦那さんが一人でこのぐらい稼いでれば専業主婦可能ってことなんですかね。まあ住んでる場所にもよりますけれども、生活コストや家賃が高い東京だとこれだと無理かな。お子さんいない、できないみたいな方はこれでいいかもしれないですけど、専業妻と働く妻の人数の推移であります。まあまあこれ専業主婦が昔は多かったと。1980年、専業主婦1100万人、兼業主婦600万人、まあ半分だったと。働く妻はね、働かない妻、専業主婦の、1990年から2000年にかけて900万人で拮抗しております。まあ、これバブルが弾けた頃ですね。1990年って言いますと、2021年は専業566万人、働く妻1247万人と倍になっております。つまり働く妻専業主婦がまあ半分と、働いてる妻が2、専業主婦働かない妻が1と、まあ半分ということですかね。まあこちらが記事なんですけども、詳しい記事、ネットの反応です。私の周囲は専業主婦派がほとんど、まあ派ですから、できたら仕事辞めて家に引っ込みたいという人がほとんどってことですかね。あるいは結婚して専業主婦になりたいという人、昔は旦那の給料で家庭が回ったんだけど今は無理、働くも働かないも自由というのが大事、女性進出って割と大きなお世話、夫がそこまで稼げず妻も働かざるを得ない現状、ジェンダーガーが泣く結果、まあ3割の働く女性が専業主婦になりて本当は、言ってますから、仕事辞めてね。働く女性は納税要員にされていることに気がつけと。まあ会社なんか勤めてますと所得税なんか抜かれた状態できますから、まあまあ納税要員ですよ。専業主婦になりますと旦那さんの扶養っていうのに入りまして、旦那さんの税金ちょっと安くなりますけどもね。男女共同参画なんぞに無駄金使うな。男女共同参画が始まってからどんどん給料が減っていった件、まあこれ後で言いますけれども、労働力の供給過剰ってことですかね。少子化を本気で止めたいなら専業主婦を増やせと。女性を社会で働かせるメリットなんですけれども、政府女性も所得税を納めてくれる、財界、まあ経営者とかそういうの、労働力供給量が増えて単価が下がる、いくらいくらでこういう仕事やってくれませんか、募集した時にですね、はいやりたいです、手を挙げる人の数が
大きければ大きいほど、じゃあもうちょっと給料下げてみっかなんていうことになりますんで、まあ需要と供給の関係ですね。昔は男が手挙げてたものが女性も手挙げるようになったら、まあ単価下がりますね。これがですね、専業主婦になりたいけどなれない理由の大きな原因、つまり男の給料が低い、左翼少子化で帝国を破壊できる。女性も働かせるとなかなか結婚とか出産とかと縁遠くなってしまう。出産じゃないや、妊娠後期、出産、あと乳児を抱えた育児はやっぱり何もできなくなっちゃいますから、女性がね、フェミ、モテなくて専業主婦になれない自分の生き方を標準にできる、これが当たり前よみたいな感じでですね、フェミは左翼なんですけれども、実は、男女の賃金格差ガーッつってね、男の所得をもっと減らして、結婚から遠ざけるのが目的であります。そのためには女性の賃金を上げてですね、パイを減らす、取り分を減らす、いうことでね、女性が輝く社会イコールですね、女性に仕事を取られて男が陰る社会でありますね。日本人男性像、フェミはこんなことをつぶやいておりました。黙れおしゃべり金玉が日本人の専業主婦を憎、飯炊きババアがとか言ってみたりですね、胸や美脚など女性のモテ要素を憎、広告にも噛みついております。赤十字の献血を進めるうざきちゃん事件っていうのもありまして、最近では日経新聞のたわわ事件っていうのもありました。これらはですね、結婚させないための、日本人に結婚させないための少子化を進めるためのフェミの工作とツイッターなんかね、フェミですって名乗ってるやつ、ついでにハングルなんかで本名を書いてたりするんですけど、まあ同時使用の率が高いんですね。つまりそういうことであります。輝いて働いて社会で輝けっていう男とね、専業でもええでっていう男、どっちが優しい男でしょうか。どっちがフェミフェミしてますか。まあフェミってもともと女性の権利とかそういうことなんですけれども、まあ女性を大事にする男、どっちがあれですかって話、働きないいう男とね、フェミは養ったるでって言われたことないんでしょうねないんでしょうね。だから専業主婦像が凄まじいんですね。妬ましい、嫉妬、自分は言われたことねえから男に養ったるで、専業主婦いいよ、働かなくても、あと胸だの足だの目立つ絵にすら噛みつくし、でつまりですね、そういうのは兼ね備えた女性のことがまあ妬ましいんでしょうね、嫌なんでしょうね。まあ半分工作でやってんだろうけど、素でやってる人もいるから哀れですよね。まあフェミは工作員っていうことですよ。左翼と一緒の、帝国を滅ぼすための、少子化を促進するための、男の給料を下げるための工作員と、見て間違いないですね。これね、女性も働く男並みにっていうのを、まあ、スウェーデンとかノルウェーとか北欧なんですけれども、まあ盛んなのはね、こういうとこね、スウェーデンで980万人、ノルウェーで800万人ぐらいだったかな、人口がな、人口はもともと少ねえんですよ、少ねえの。だから女性にも働いてもらわないと国が立ち行かない、いうのがありまして、日本はそうじゃないでしょ。こんなね、少なくないでしょ、人口立ち行かなくもないじゃないですか。仮にね、それで人手が足りねえ、立ち行かねえ企業が倒産がバタ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 、少ない人口じゃないや、少ない人手で男に高い給料払えない企業は、まあ、倒産してもらった方が帝国のためなんだよな、実は。
でそういう企業に限ってですね、まあタッチパネルで注文するであるとか、人でいらないようにロボットを多用するとか、そういう創意工夫一切やらないで、昔ながらの、やり方で、工夫もできず倒産する、いうところがほとんどであります。今ファミレスでも居酒屋でも、まあ、タッチパネル注文っていうの、ありますけれども、あれね、あの人で、雇わなくて済む方法ですよね。あとね、あのパネルを開発したり、まあ、ロボット運んでくれるロボットとか開発するっていう仕事が増えますよね、別の場所でね。この戦争はロシアが悪いと考える率は日本がダントツ1位だったみたいであります。こちらがその、 あの調査の結果なんですけれども、日英が 70% 台、独仏が 60% 台、ロシアが悪いと、中国、アメリカが悪い 50%。 これ人民の頭が悪いんじゃなくて、そういう報道しかされてないんだって。ロシア政府が発表したのをほぼそっくりそのまま、ロシア政府の嘘を報道して、他はシャットアウトしているそうであります。ネットの反応です。そりゃ日本の隣国だし緊張感が違う、そりゃロシアは敵国だし日本は領土取られてるし敵なんだから、当然一方的に虐殺して良い理由が見つからない。ロシアが良い理由が見つからない。中国すげえな、ロシアは悪くないんだって。まあ、これ洗脳のせいですね。中国の未解度に驚愕。つうか報道規制言論弾圧、されてますから仕方ないですね、人民は。中国国内の報道はほぼロシアと同じだって。つまり日本人でロシアが正しいとか言ってるやつは相当頭が悪いと。中共はですね、ロシアが悪いって言っちゃうとですね、同じようなことやったウイグルやチベットも悪いってなっちゃいますから、それはできない。報道規制で人民を洗脳と。国内報道はほぼほぼロシア政府の発表しか見せないんだって。あとはツイッターも禁止だし、世界の情報が流れ込んでいかない人民のところには。というわけで中国人民は事実を知りようがないですね。歴史が古くて島国の日英が共に率が高いのは興味深いですね。イギリスはロシアの隣国でも領土泥棒もされてないのになんでだろうな。帝国としては事実がどうであれロシアを絶対悪として全力叩きが正解であります。ウクライナ戦略がうまくいっちゃったら次は北海道に攻めてきますからね。なぜプーチンがじきじきにですね、アイヌはロシア民族なんて言っちゃってるぐらいだし、これ北海道を攻める布石ですよね。アイヌの保護を名目に攻めてくる可能性大であります。まあ海越えらんねえから上陸もできないでしょうけれども、用心してロシアの弱体化測っといた方がいい。サンフランシスコ条約に参加してませんから、ソ連は。厳密に言うと日本と戦争終わってません、終わってません。平和条約も結んでねえし、朝日新聞社説、侵略を受けた時戦うべきか戦わざるべきか。もちろんですね、結論は日本人は無抵抗で殺されるっていう風になってますけれども、戦わざるべき、だって言っちゃってますけど、朝日新聞はね、日本人は無抵抗で殺されるだって、武器を下ろして、殺されればいいって朝日新聞は言ってますけれども、ネットの反応です。朝日社員は全員家を開放して誰が入ってきても通報するなよな、戦わないという選択肢があることに驚き、黙って子供がさらわれるのを見ていろと。9条があれば侵略されないって言ってなかった？戦うには何があんだよ。朝日新聞社員を相手に戦いますと。降伏する
モテませんね、こういう男はね。全然。逃げる。これもモテませんね。私を置いて逃げんのかみたいな。自分一人で逃げんのかみたいな。だいたい島国なんでどこに逃げんだって話のね。朝日新聞の目的はですね、帝国を侵略しやすい国にしておくこと。誘導すること。自衛隊をいずれ解体するって言ってる共産党も同じであります。帝国を侵略しやすいままにしておきたい。沖縄反戦活動は防衛妨害活動。スパイどもが守りたいのは侵略者の平和と安寧だから救助が言ってますね。騙されてはいけません。無抵抗で捕虜になったらラグには死にません。死ぬより辛い目に遭わされます。侵略されたら当然全力抵抗しますけれども、侵略されないようにスパイ狩りしないといけませんよ。侵略されやすくなっちゃうから、スパイを野放しにしとくとね。産経新聞以外の新聞、全部の新聞の社員ども、テレビ局は全部、社員全部、あとは立憲共産社民令和の特殊野党の幹部全員、全労とか日教組とか自治労なんかの幹部全員、侵略されてからは遅いんですよ。スパイ防止法を成立させて、日頃からスパイ防止法に励んでないとね。侵略されたらどうしようじゃなくて、侵略されないためには何をやればいいか。スパイ防止法、救助破棄が必要であります。私も参院選に出る予定ですけれども、東京選挙区でね。全国比例使えるようにするには10人立候補させないと使えないんですね。すっと供託金だけで最低3300万かかりますでしょう。まだそんなに日本改革とは自力がないんで、できるところから着実に地味に地道にやっていこう、って思っております。供託金だけじゃないですけどね。選挙になったらね、選挙になったらもともと金かかりますよ。供託金300万でしょう。あれとあれに1000万ぐらいかかるでしょう。車が100万かなんつって考えてですね、困ったなって思ってる靴沢でありました。地方議員目指す日本改革党支部長、東京地区で募集中であります。なんで東京地区限定かっていうと、私の参院選手伝ってほしいの、まずは。で、私参院選終わったらば、首都圏、千葉とか神奈川とか埼玉でとりあえず募集しますんで、来年の4月統一地方選ですね。それには何人か当選者出したいなーって思っております。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。